皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみのあやねちゃんです。いつもありがとうございます。はい、そうですね、サムネを見ていただいて初めてご覧いただいている方もありがとうございます。はい、健康と美容をお届けするって言ってるんですけど、今日はちょっと1週間に1回の脳トレコーナーでございます。脳トレって言ってもそんな難しいなんか問題を解くわけではなくて、あの人生相談っていうかお悩み相談ですかねに答えるコーナーみたいな感じで楽しいですよ。で1週間に1回やってますので、はい、今日も楽しんでいただいて、で今日の動画が楽しかったなと思ってもらったら、ぜひあの毎週あるので過去のもよかったら見てみてください。ということで、よかったら最後まで見てください。ということでございます。なんで、脳トレコーナーなんですけど、これはですね、斉藤ひとりさん、累計脳髄学日本一と言われている斉藤ひとりさんに寄せられたお悩み相談ですね、相談ごと。でそれにもちろんもう一番最後は斉藤ひとりさんが生声で答えてくれるんですけど、まあ、それに自分も考えてみる、答えてみるっていうので、何がいいかっていうと、まあよくあると思うんですけど、お友達とかに相談事とかされて、こう一緒に悩んでたら全然解決できないですからね。こうしたらいいんじゃないかっていう、すぐ答えが出せるっていうのが、こうあの考える訓練って言ったら大げさですけど、練習で、またあのその癖がついてると、いざ自分が自分に何か起きた時も、あ、じゃあこうしようって言って、すぐ考えが浮かんで行動ができるっていう、結構これは人生で一番重要なんじゃないですか。まあ、勉強も大事ですけど、実際はそうやって問題が起きたら解決して生きていくっていう力が大事だと思うので、まあ、それをみんなで鍛えましょうっていうコーナーです。はい、で、なのでせっかくですので、あの他の方の考えを聞いて、ああいい考えだなって自分が取り入れていくっていうんですか、それもみんなのステップアップというか勉強になるので、よかったらコメント欄に私はこう思いますっていうのを書いてもらえたら嬉しいです。で、ご覧の方もへーって勉強になると思いますし、私たちも、いつも動画にコメントいただくとかありがたく見させていただいてまして、あ、いいなって思って、参考というかありがたく見させていただいてるので、ぜひ書いてください。はい、ということで。ちょっと、前置き長かったでしょうか。はい、で毎週1個お題というか質問が出ますので、はい、今週の質問を読みます。はい、工場を経営している社長です。従業員は外国人が多く、言葉や習慣の違いがあり、コミュニケーションを取るのが難しいと感じる場面が多々あります。うまくやっていくにはどうしたらいいでしょうか。うん、という今週はこのようなお題、相談内容です。ではですね、これに対して、こうしたらいいんじゃないかっていう、まあアドバイスって言ったらあれですけど、意見をちょっと考えてみてもらって、ぜひ書いてみてください。この後シンキングタイム入りますので、ちょっと考えてみてください。はい、ということでシンキングタイムが入りました。はい、どうだったでしょうか。でこれ別にもう今すぐ考えないと答え絶対すぐ出さないといけないってことないんですよ。なので動画を止めていただいて、ちょっと考えてもらってもよし、何日か置いてもらってもいいですよ。はい、そうです、ご自身のペースで答えてもらったら大丈夫です。ということで、まあ、もう一回問題聞きたい方は戻ってみてください。はい、で私は、もう即答ですよ。これ動画撮ってますからね、ちょっと何日か寝かせるわけにはいかないので、ちょっと 今考えます。はい、工場を経営している社長さんで、外国人の方の従業員さんが多いので、コミュニケーション難しいなってことですね。うんうんうん、
はい、あ、そうですね、言葉や習慣の違いがあり、はい、そうですね、これは完全に個人的な私の意見ですが私はそうなんです、外国人さんとのお友達がいたりお付き合いしたりとかっていうのがすごく多くて、すごくわかります。まず言葉も違うし習慣も違いますから、お互いの人格とは別にぶつかることが多いんですよね。性格でぶつかってるんじゃなくて単純に伝わってないからぶつかる、はい、それはすごく私も、経験して悩んだことありますけど、だからこそなんていうんですかね、一歩なんて言ったらいいんだ、置いて考えるようにはしました。あ、この人本当は何が言いたいのかな、どう思ってるのかなって思うようにしただから自分が言ってる通りに必ず伝わってると思わないっていうんですか、だから自分と相手は違うっていうのが同じ日本人以上に思う、私がこういうふうに思ってこういうふうに感じてこういうふうに言うと同じじゃないよなっていうのは必ず思うように、それには一泊置かないと感情がバーンって爆発するとおかしくなるので、そういうふうにしました。まあ、これは日本人とか外国人とか関係なくいつでもそういうふうに相手にしてあげれたらいいと思うんですけど、より一層言葉や習慣が違うので、そういうふうにしました。で、多分相手は私たちが喋りやすい日本語っていうか日本の環境に来られてるので、向こうの方が多分苦労しているので、本当はどうなんだろうって、もし自分が逆の立場だったら多分このようにはできないって思うとすごいなって思ったりもするので、そういうふうに してましたね。ただまあこれは私は単純にプライベートっていうかなので、社長さんですもんね、お仕事はちゃんとしていかないといけない、だからまあそうですね、見えないですからね、言葉も習慣も、だから目に見えるものでこう絵とかなんて言ったらいいんですか、表示パネルとかで分かりやすくしたりして交流するのはいいのかもしれないですね。仕組み化とかマニュアルとかがあると、こう思ってた、僕はこう思ってたっていうのがなくて、もうみんなで共有できるようにするといいのかもしれないですね、お仕事においては。で、あとまあもし楽しいお話しする場面もあるんだったら、相手の国っていうか、なんかこうお話に触れてみたり文化のお話をしたりして交流するのも楽しいかもしれないですね、みんなを知るという、はいそんな感じでしょうか。ちょっと難しかったです今回のお題、はい、私の答えはこんな感じです。はい、では、もうこれ聞きたいですね、ひとりさんの答え、私もすごい知りたいです。ではひとりさんのお答えみんなで聞いてみましょう。今回の質問です。工場を経営している社長です。従業員は外国人が多く、言葉や習慣の違いがあり、コミュニケーションを取るのが難しいと感じる場面がただあります。うまくやっていくにはどうしたらいいでしょうか？という質問です。経営者とか社長ってのは大変なものなの。そこをなんとかするのが社長なの。大変ってのは当たり前なの。それを大変って言わないで楽しいって言うから社長をやってる。そうか。とそうですね。上の人が何を言うかと違っちゃうもんね。そういうこと。はい。なんとかするのが社長業だ。なんとかするのが社長業です。はい、以上です。以上です。はい。ということで、大変とか言ってないで、今言ってないでってことはないですけど、言わずに楽しいと言って、なんとかするのが社長ですっていうことでしたね。すごい。はい。皆さんどうでしたでしょうか。はい。で、そんな中、今またひとりさんが教えてくれた、これちょうどいいんじゃないですかと思って私持ってきたんですけど、やっぱり今ひとりさんが言ってくれたみたいに楽しいと思ったり、なんとかするって
何とかすると思うのが社長っていうことなんですけど、そんな中で、この言葉をぜひ言っていただきたいなというのが、だんだん良くなる未来は明るいですね。今もやってる方多いんじゃないでしょうか。だんだん良くなる未来は明るいゲーム、はい、これそうなんですよ。何かあった時にこれがもうすぐ言えたらいいんですよねうんって悩んでるでおしまいじゃなくて、まあだんだん良くなる未来明るいってすぐ言うで、そのすぐ言えるようになるためにまずは1日100回言ってみましょうということ で、その1日100回言うのを21日続けてみましょうというゲームです。はい、まずここからですね。でこれ100回言うのは2分ちょっとぐらいあったら言えるんですよ、結構すぐ。なんでおすすめは、朝起きて朝の用意しますよね、顔洗ったり着替えたり、もうその時からすぐ言うやりながら、だんだん良くなる未来明るい、だんだん良くなる未来明るい。朝の用意するのってまあすごい早い方でも10分20分かかると思うので、その間ずっと言ってもらってたらもう絶対100回は言えますから、もう100回以上言えますよ。はい、おすすめです。あとはまあ寝る前もいいみたいですね。まあ朝はもうその結構ぼーっとして用意する流れでこう言ってもらったらいいですしこれは私のおすすめなんですけど、で夜は寝るときこうベッド入ってすぐこうスースーって寝る方は少ないと思うので、まあお布団の中入って一日振り返るときにまたこのだんだん良くなる未来明るい言ういいですね。そうすると明日も楽しみになってきたりとかするんじゃないかなと思います。で一応上級者編っていうのがあってですよ、上級者編は1日1000回ですでもこれびっくりするかもしれないんですけど、全然そんな大変じゃないんですよ。というのは100回は2分ちょっとで言えるんで、結局それに10倍してもらえれば2、30分で1000回は言えるんで、さっき言ってた朝の用意してる時にずっと言ってたら多分1000回は行きますはい、でそこでまあ800回900回ぐらいしか言えなくても、夜寝る時に100回言ったら1日で1000回かなって感じですよね。はい、そんな感じで言ってみてください。で人によってはこう回数数えるやつ買ってきて言ってる方もいますが、だんだん良くなる未来明るいのスピード人にもよりますし、自分は例えば10回とか何秒ぐらいで言ってるのかが分かればその感覚で言ってもらえれば大丈夫かなと思ったりしますが、はい。で、言えたら、通われてるお店さん、お近くのお店、また各本部さんに私言えましたって言ってもらったら、こういう終了書というのがもらえるんですよ。はい、これ、はい、これ嬉しいですね。でこれは、こっちは100回言えたらもらえます、まず。で、1000回言えたらこっちの言霊師範という縦向きのやつがもらえます。はい、だからまあ両方チャレンジしてみてください、よかったら。でこれゲームで楽しくやってもらえばいいですし、まあ、これずっとやってるとそのうち自然と何か起きた時にすぐだんだん良くなる、明るいって言える癖になるからいいですよね。そんな感じで、はい、この毎週1回のお悩み相談いろいろあるんですけど、まあ、もしかしたら全部のお答えがだんだん良くなる未来明るいは言っといてください全部それで解決するかもしれないですけどね適当に答えてるわけではないんですよただまあ実際にこうした方がいいですっていう行動もあると思うんですけど、合わせてこれも言ってくださいということで、はい、お願いします。はい、私も言ってますよ、だんだん良くなる未来明るい。ということで、こんな感じで毎週1回
脳トレコーナーやってますので、よかったら来週も見てください。はい、でそれとは別に毎日いろいろ動画はアップしてますので、はい、よかったら、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、あとベルマークっていうのがあって通知ボタンっていうか通知があるんですけど、それ通知オンしといてもらって、全て通知いきますってしてもらうとですね、いろいろお知らせいきますので。で、YouTube で最新情報とかイベント情報なんかもお知らせしてますから、そこを見といてオンしといてもらったら見逃したとか間に合わなかったとかがないと思うので、はい、よかったらオンしといてください。はい、ということで最後まで見てもらってありがとうございます。はい、また明日も見てください。